理事長期間を終えられて、まず心境をお願いします。そうですね、もうまた今年が始まるんだなっていう思いと、今年は本当そのチームの目標である J1 昇格を成し遂げるためにチーム一丸となって頑張ろうっていう強い気持ちを持ってます。キャプテン就任されて、まあ、今日大きな初仕事というか玉串を捧げるっていうのがありましたけど、 どんな緊張しました？そうですね、そんな今まで経験したことがないので緊張したというか、なんかより責任を感じました。まあ、エマニが、まあ、もしかしたら先ほどお答えいただいた言葉の中になると思いますが、エマニが何て書かれましたでしょうか？チーム一丸となって J1 昇格書きました。では、まあ、あと10日弱で開幕です。まあ、改めてにはなりますけれども、意気込みをお願いします。昨年たくさんの方々のご支援ご声援のおかげで5位という結果で終われて、
今年は J1 昇格という目標を達成できるようにチーム一丸となって頑張りたいと思います。まあ、いよいよというお気持ちもあるかと思いますが、心境いかがでしょうか。そうですね、いよいよということで気が引き締まるということと、やっぱり昨日から続いて1シーズン、怪我がなく、みんな力を合わせて戦えるかということが大事だと思いますので、そういうことも含めてお祈りいたしました。まあ、今の答えにもあるかと思いますけど、まあ、エヴァには何て書かれて、その意図を改めて教えてください。新しい選手も入って、いろんな形でこの短い間でまず力を合わせるということで、エラバンツが行ったことのない頂きですよね。 J1 向いてチャレンジをするということ、昇格向いて、チャレンジする、昇格するということをエヴァに書きました。では最後に、まあ、改めてですけれども、まあ、目標というか、あの重ねる、お答え重ねる部分もあっても嬉しいので、抱負をいただければと思います。はい、全員の力、チーム一丸となって、J1 昇格を勝ち取ると思っています。よろしくお願いします。ない大雪で、はい、必勝祈願の日が、こんな大雪でっていうのは何か、まあ、暗示するわけでもないでしょうけども、どんなふうに今日ここに来られて思われましたか。昨日からそうなんですけど、まあ、まず、当然極めるということですよね。グラウンドも極めて、常に怪我がないようにということと、今日も昇格とお祈りするんですけど、チーム全員を極めながら前に進むということでいくと、城という雪っていうのは縁起が、あるんではないかなと思います。九州に、このだけの雪が降るというのは年にあるかないかだと思います。ですけど、そういうことがこういう時に昨日から出会っているので、これは大事に縁起物として白丸発進という白丸先行ということで、過去にもそういう思い出がちょっとあるのでそういう、気持ちで昨日から言いました。本当にグラウンドもそうですけど、こうやって清めながらを、願い事ばかりですけど、願い事とうまく報告ができる、お礼報告ができて、次のシーズンに行けるっていうのが本来の姿だと思いますので、できればお礼が、いいお礼報告ができるように、1シーズン集中してやれるようになりたいということと、こういうことを演出として、前向きにプラスに、持ちたい、進めたいと思っています。